くるーくるー、おはげー、おはげに殺されそう、おはげに殺されそう。おはげに殺されない、おはげに殺されない。停電見届け人でした。真ん中、停電見届け人の見届け人でした。真ん中、なんだあるままっとじゃないか。あげました。じゃあ停電見届け人になれなかった人言えたじゃん。何の意味もない。あー、いつ、高垣、高垣神ボタンです。神ボタンですね。ゲンムラ史上一番いいボタンです。お、更新しちゃったか。ありがとうございます。どういたしまして。あー、チンソーだ。パラリラが、パラリラが。チンソーだ。おー、富士リンゴ、富士リンゴ。中野アールム、富士リンゴ、中野アールム、富士リンゴ、おお、はいはい、ナイス。はい、ワープボタン。タスク結構いいな、そんなヤバいやつ残ってないし。まあちょっとブックがあれだけど、原配、原砂の本、原砂、先ゴミ抜いてあと本やるか。トイレ空き、原砂、トイレ空き、いつ、原砂、トイレ空き、いつ、誰だ、あ、影、影、誰、こう見える。富士宮シャワーオク、富士宮おまおち、おまおち、ある、どう、とりあえず貨物からバイタル方面にレポート連打しながら走ったらこうなってました。砂パイさんコミュ僕と一緒に直してました。金庫タスクしてから行ってるんで、私自身はめちゃめちゃ浮いてる自覚があります。で、僕も結構浮いてるんですけど、僕宿舎脇で宿舎エンジンメインシャワーアーカイブ貨物って言って、で貨物で停電待機したら、コミュが入ったから、あ、直しに行こうと思ったら、ゲンさんがコミュ入ったタイミングで貨物の配線してた。で、それを置いて、アーカイブシャワー、ん?アーカイブシャワーメインエンジンって来た時に、そっちから来るアルマオマオジ、その後ろにいるサントスさん。で、メインの小部屋は全部チェックしてきたから死体なし。ん?サントスさんも U ターンしてきてるんですか、これ。U ターン?いや、なんかアルマオマオジ、その後ろにサントスさんって。私いるよ、うん。私はアーカイブからエンジンってエンジン給油して、あのままお待ち見てますけど、あ、エンジン給油で止まってるのか。うん、エンジン給油でステイしてます。
とりあえずレポートが光ったのは診察室の芯の感じの左上ぐらい。いやこれね、スナパイさんのは詰めれると思ってて、スナパイさんがコミューを僕と一緒に直してて置いてってって感じだから、うん、オマイズ、イズトス合ってんだよね。合ってる合ってる合ってる。オマイズトス、レポートして原産まで無理。チンタロウミーティングで置いてるけどシェリフです。おお。うん。はい。で、アーカイブで浮いてるけど、グルーです。まあ、無理があれば。宿舎分け金庫ヌーノってアーカイブラウンジって言って浮いてるけど、クルーです。あれどっちかとすれ違いそう、俺。リンゴさんか藤宮と。なんか、そう、伊豆玄は多分、藤宮、リンゴあたりとすれ違ってもおかしくない。藤宮見てるの、どこで見たの、リンゴさん脇からもう一回脇から。宿舎分け金庫ヌーノってアーカイブラウンジ。短いかなと思っちゃう。いや、2人とも3つタスクやってます。申し訳ない、2人ともコミサボ入った瞬間教えてほしい。藤宮とリンゴさんメインの暗室、ね、いや逆走 CEO で俺シャワー行ってるから多分ヌーン乗って右に着いたぐらいかな。いや藤宮ともすれ違いそうなんだよな、これどっちだ、これあの伊豆さん目線どっちがより怪しい、藤宮リンゴって。いやどっちも怪しい、俺だろうな。てか伊豆さんも怪しくないですか、俺だろうな。俺はでも最後絶対合ってるから。でもこの段階の慎太郎を信じていいんですか皆さん。いや分かる、それも分かる、めっちゃ相手の慎太郎、そんならリンゴさんかなと。相手の慎太郎と、あこれ藤宮君待った方だった。藤宮さんに入れます。いやリンゴさんに入れた、リンゴさんに入れた。おー藤宮君は相手の慎太郎はないの。慎太郎攻めて。いや、分かる分かる。まだ押してるからね。分かる、ボタン押そう。だって浮いてるから全然ある。ボタン行きます。ボタン行きます。まあ、リンゴさんやな。金庫3つでも短いし。アーカイブいたら見られるはず。アルマ頑張って直せ、頑張って直せ。ナイス、左直しました。危なマットか、危ねえ。え、あ出雲ってきてかいな。だったらサントスアルマ、オマオジでレポートの源さん、まあ、シン様のがシリフなんだったら藤宮が確定。僕は基本的に藤宮君だと思う。うん。また、あ、藤連の内訳逆から。いやでも、いや藤宮がマットじゃないんだったら。だってリンゴさんね、釣ったら危なかったっていう状況でリンゴさんじゃない人に投票してるのは。新太郎さんが変わりません。だってインポスターですらリンゴさんを投票してるんだから。え、なんかクルーの皆さん一緒にリンゴさん投票してるんですから同じですよ。あなたはインポスターでやってること。インポスターみたいに僕内通が住んでると思ってるんですよ。まあそうだったらリンゴさん投票してる方がインポスターっぽいよね。確実だな。え、だったら僕は藤宮君からされたけど、一応不自然で僕はリンゴさんかなと思ったから入れたけど、そのもんだったら逆に僕は藤宮君に入らないと思いつつも新太郎投票というインポスターだったら絶対にやらない行動してるのでクルーで。まあ逆にだって僕って選択権がある人間だと思ってるから、基本的に8人番面のセリフ CEO は、いやまあそれはそうかもしれないけど、僕は藤宮君を連れれば全然、うん、まあまあリアクター右わかる。右手左直したの誰、左ゲーさん。いや僕まあ一応藤心で直してるかもしれないけど、僕は直した自覚はある。リアクター右側、右側、あ、まあ、だから俺はね、左がゲーさん、スナパイさんキルを詰めた方がいいと思ってて、俺はまあ右に浮いてるから、まあ、多分スナパイさんキルが藤心しかいない。スナパイさんキルはもう藤心しか残ってない、話になってる。ああじゃあいいのか。いやアルマは除いていいの、いやアルマは無理、うん、アルマくんが、あー僕がキルして合流はワンチャンあるけど、コミサボ直してから、うん、もうエンジン左で合流してるから、まあ、お前さん視点で弾けるというのならいいよ。まあ一応そのあこれ1個だけ、いや多分今日で藤心が喋るべきだから、僕はシェリフ乗って終われると思ったからこそ早めに行ったつもり。自分がシェリフってみんなの最終値が出る前に言ってるからね。いやちょっと情報、これあいいよ情報ください。慎太郎さんは、2キルできますか、他の視点で。だって一切死人ないんですよ。まあ死人ないからできる。俺はアルマにダウンロードアップロードを30秒くらい見られてるから。藤井林だったら僕は藤井林の方が印象が良かったから昨日はリンゴさんに投票してる。藤井林さん1キルからなんですね、できてもじゃあ。まあ1キルだと思うよ。俺の慎太郎投票信じてくれ。いや僕は早めに言いました。俺のパッションを信じるんだみんな。パッションゲーだろこれは。スプリットライ、あーすごい負けですよこれは。まあ、遅い遅い遅い、まだワンチャン俺ボタンある。ボタンお願いします。私もボタンを押します。リフトはね左にあったはず。現ボタンを押します。いや乗ってる乗ってる、お前さんが乗ってる。
いや間違ったかな。コミュか。おまおじじんが、いやあ。新ヨマか。まあ、おみやしにしてくれた人はね、いたんで。最後の回一言も喋ってなかったから絶対ジンガだと思った。おまおじさんってよかったな。いやね、おまおじさん会議終わってからあの人一言も喋ってねえぞ。まあまあまあ、ナイスファイト。あえての慎太郎投票合ってただろ。いやー使ったな。いや完全に白やったもん。あのファッション信じないとダメよ。回ボタン押したらおまおじさんの入れたところが白かなって思ったな。もう俺笑ってたずっと、もう新富士以外から釣ろうと思っても時間でもなかったな。いや富士宮はねちょっと喋ろうと思ったけど慎太郎くん、いや富士神が喋るターンなんでって言うから。ああ、まあまあそれは富士宮慎太郎から死ぬ日だから喋れなかったんだよね。いや富士宮この視点は印象良かったんだよな。まあまあ見切りはできないもんな、ね、ファッション出てたな。珍しい。